19日米女子ゴルフメジャーシェブロン選手権第2日、米テキサス州カールトンウッズシーウッドランズ、米テキサス州テッドムース、渋野ひな子、25イコールサントリーは1オーバーの49位で決勝ラウンドに進んだ。勝南25イコール明治安田イコールは通算5アンダーで5位。首位まで3打差で折り返した。日本勢は10人のうち、 9人が予選を通過した。アタヤ・ティティクル、対ラフタリ2人が通算8アンダーでトップ。今年は予選カットのある試合を4戦してすべて予選落ちだった渋野ひな子、サントリーが初めて決勝に進んだ。前日は、今年一番ひどかった、というショットで7 6101位と大きく出遅れた。プレー後はすぐ練習場に向かい、炎天の中、悲壮な顔でボールを打ち続けた。 その成果が出て、第 2R はフェアウェイを外したのは2回だけ。グリーン上も24パットで収め、5バーディー、2ボギーの69で回った。通算1オーバーで49位。やっとなんか今年のスタートラインに立てたという感じ。マネジャーに4アンダーで回りますって宣言していた。弱い気持ちをずっと持ってるから、あまり良くないなと思って。 上を目指さないとポイントも取れないし、今年の初稼ぎ、頑張ります。しぶこの笑顔が久しぶりに戻ってきた。